休憩所にいた者たちは全員避難したか。そうかそうか、礼を言うぞ。鬼ヶ島に封印されていた神杭についてちょっと調べてみたんだ。そこには200年前に姿を現し、神とこの島の鬼により封印された5つの頭を持つ竜のような神杭について記されている。5つの口から吐かれる炎は大地を焼き尽くし、長い尾で一度に100人を吹き飛ばしたとか。その恐ろしい神杭はティアマットと呼ばれていた。この神杭が再び放たれてしまえば、必ずや強大な力で破壊の限りを尽くすであろうと文献では締めくくられている。お前に頼みがある。これはとても重要な役目だ。我らの島より飛び立った神杭を野放しにしてはおけぬ。そして昨今各地ではまことしやかにささやかれている神杭、お前に神杭退治の旅をしてもらいたいのだ。情けないが、私はもはや戦うことができぬからだ。島の者たちも近頃では武器の扱いもわからぬ者さえ出てきた。実に嘆かわしいことよ。しかしお前は違う。お前なら天を裂き地を割る力をも手に入れよう。その力、今こそ世のために振るう時ぞ。可愛い子には旅をさせろと言うしな。もちろん私もできる限り手助けしよう。何せ相手は古代の。その神杭退治、私も行きます。そんな恐ろしい怪物に立ち向かうのを指をくわえて見ているだけなんてできません。少しでもお役に立ちたいんです。それにとても大切な髪飾りをあの神杭に取られちゃったんです。ひょっとして用事ってそのことなのか。神杭が心配なら代わりに私が言ってやる。髪飾りも必ず取り戻す。わかってる。でも自分で行かなければ意味がないの。そんなわけあるか。なぜそんな無茶な。君がそんなことをする必要なんかどこにもない。君はお姫様なんだぞ。そうだね、私は箱入りの人形。でも気づいちゃったの。聞いて義経ちゃん、私は何不自由なく育った。望むものは何でも手に入ったし、世界はみんなそうなんだと思ってた。でもこっそり外の世界に行ってみるようになって全然違うって知ったの。妖怪や悪い人が村を荒らしていたり、貧しい子供たちにも出会った。それでもどんなに辛いことがあってもみんな一生懸命笑って生きてた。私がいた世界は偽りの世界だったんだって気づいたの。カゴの中で目隠しをして耳を塞いでいたらいけないって。私本当の世界で生きていきたい。義経ちゃんたちと一緒に。そこまで言うのなら仕方ない。幕府としてもこのまま神杭復活を見過ごす。義経ちゃん。しかし条件がある。静か御前、命の危険が迫った際は必ず私の指示に従うこと。いいか、必ずだ。出なければ。うん、義経ちゃん。義経殿、良いのですか。静か御前は家を出てきた身。将軍家。ご心配は無用です。静か御前も武術の心得はある。それに私がついていく。彼女に傷がつこうものなら神杭など私が逆に食ってしまおう。それに可愛い子には旅をさせるんでしたな。責任は重大ぞ。姫と武将と共に神杭退治だからな。さてそうと決まれば外界へ行く準備だ。知っての通り我ら鬼族はしきたりにより桜島から先には行けぬ。向こうへ行けるのは認められた一部の鬼だけだ。私から持ちかけた話だが特例はない。お
お前を見極めるのは、鬼族が太古より挑んできた鬼神殿に住む主よ。あやつは我々とは比べ物にならぬ巨体で、お前を潰しにかかってくるだろう。だがお前なら、さあ行ってまいれ。見事打ち倒し、外界への道を切り開くのだ。